久保さん。いいっすね。自分が歩いたその先に道ができるっていいっすね。めちゃめちゃいいじゃないですか。まあ確かにね、まあ僕は、まあ今回のテーマは、究極の選択を想定しろ。究極の選択を想定しろ。ですね。まあ、究極すぎるんですけど、まあないでしょうね。吉永さん、それはさすがにないでしょうって話なんですけど、ないんですよ。 こんなにコロナ、最初ね、中国でちょっと発生してね、ここまで全世界に広がると思ってましたどうですかね多分誰も思ってなかったと思いますよ。僕もぜ全然思ってなかったです。またなんか中国でなんか、なんかあったのかなぐらいですよ。僕はね。まあ、久保さんはわかんないですけど、僕はここまで全世界に広まって、こんなに1年以上、もう、もはやもう1年、もう2年。で、東京オリンピックも延期する。 誰もそうぼ、僕は申し訳ないですけど想定できなかったです。去年オリンピックやってるもんだと思いましてでも、僕は思うんですけど、ないことがあるわけですよ。だから、常にやっぱ究極の選択っていうのを想定して、あの、生きるっていうことは、別に僕は悪いことではないと思います。うん、明日が我が身じゃないですけど、 あのどうなるか分かんないですよ。だからどうなるか分からないからこそ、もがいて、もがいて、それでももがいて、泳ぎ続けなければいけないというところだと思います。うん。まあ、奥間長者合宿からね、あの、普通だったらですよ。普通の販売者だったら、販売終わったらやらないですよ。申し訳ない、申し訳ないというか、ね。 販売終わってここまで、てか、販売より、その後の方が長いですからね、このリレー。うーん、まあ少なくても僕も、まあその、合宿に参加した人へのね、久保さんの言うとおり、僕もそうなんですけど、あの100、100%では思ってないですけども、なんで続けてるのかっていうと、やっぱその合宿、そもそもこの合宿っていうのが販売プロモーションで始まったわけですよ。 で、まあ、あれから何年、2年ぐらいですか、経って、あの、いまだに僕たち続けてるわけですよ。だけど、合宿に参加して、うん、人生変えたいと思った人たちは、多分誰一人続けてないわけですよ。おそらくね。まあ、連絡ないんで分かんないですけど。うーん、何だったんですかね、あの合宿は。だからもう、正直、もう合宿はやらないですよね。まあ、やったとしても、多分、久保さんとの、 反省会みたいなね。億万長者合宿反省会合宿みたいなね。二人でやるみたいなね。二人で。二人でその昔ちょっと話してましたけど、海外でね、ちょっとやりましょうかみたいなね。億万長者合宿 <laughs> 振り返りみたいな。反省会みたいな。うん。だからまあうーん、何もやらなければ何も道はできないですから。うん。まああの言葉いいですね。 いいじゃないですか。うん。だからみんななんかその、まあ結局、あの人が良かったんじゃないですかね。億万長者合宿に参加したら稼げるんですかっていう質問が来て、その人は参加しなかったんですけど、参加しなくて良かったんじゃないですかね。結果的に。結局参加しても参加しなかったとしても、やらないんであるならば、参加してね、お金払って、ね、大金払って、 時間使って参加してやらない。であるならば参加しなかった方が良かったんじゃないですかね。まあ過去をいくらぶり返しても、うーん、何もならないですけど。ただ僕たちは、久保さんと僕は、もうずっとやりますよ。本当に。多分死ぬまでやるんで。うんこのリレーはね、多分ね、もうもはやもう空気レベルなんで、なんか、なんのためにやってるかよくわかんないです。正直。 正直、もう、もう意味を見出せないです。いやここに意味があるのか、もう、僕も意味をよくわかんないです。だけど、シンプルで、久保さんから送られてくる。そこにレースする。ただそれだけです。そこに何か意味があるんだったら。久保さんから、あレスが来る。そこに対してレスする。もう、シンプルですね。雨が降ったら傘をさす。久保さんから動画が送られてくる。返す。 ただそれだけ。松下幸之コノスケさんも言ってますからね <laughs>。雨が降ったら傘をさす。シンプルです、はい。お金に困ってるんだったらお金を稼ぐ。それでいいじゃないですか。お金に困ってないんだったらやらない。それでいいじゃないですか。でも、億万長者、百歩譲って億万長者合宿に参加した人っていうのは、間違いなく今の収入に困ってたはずです。今を買いたいと思って参加したわけじゃないですか。だったらやるしかないですよね。傘させようと。 今の人生に雨降ってんだろうと。じゃあ傘させようと。びしょぬれのままでいいのかということでございますね。いってらっしゃい。